ビールといえば苦味ですからね、やっぱり、はい、最終的に。はい。はい、じゃあ今日は、ブリュードッグパック IPA ビールのレビューをしていきたいと思います。何ですか、このおしゃれな。まあ、この IPA って言ってる出てる時点で、このホップをめっちゃ使ってるビールってことですよね。あ、そういうことですか。そう、インディアンペールビールでしたっけ。そうですね。エールか。エール。インディアンペールエール。ってことは、クソ苦いってことで、しかも名前にパンクってついてるのでこのパンクちょっといっちゃってるぐらい多分苦いんでしょうっていうこれかなりなかなか見られないんですけど、これビッグカメラで買いましたということで、今日はこういったのレビューをしていきたいと思います。お願いいたします。苦いの、まあ僕苦いの好きなんであれなんですけど、まあ、ビールといえば苦味ですからね、やっぱり最終的には。ただ苦いだけっていうクソみたいな、多分多分パンク IPA っていう名前だけで言うとクソ苦い、そうなんですね、とりあえず苦さだけは追求しましたみたいな。あー色がもうすごいですね、泡立ちが一切ないっていうビールに、最近クラフトビールばっかやってるんで。でもこれもクラフトビールか。そうですよ、これもクラフトビールですから、泡立ちがありません。はい、ということでレビューしていきたいと思います。これスコットランドだね。はい、匂いは超苦ん、 IPA 独特のホップの匂い、この匂いは分かる。もう明らかに、明らかに絶対苦い。ほうっていうことで行ってみましょう。でや、あって言いながらも苦いんですけど、いやでも苦い。後から来ましたね。後から来ました。苦い。このパンク IPA ですからね。口に残るねこれ。その苦味も。はい。悪口じゃないですよ。グイグイはマジでいけないです。あ、じゃあもう本当にめっちゃ苦いの好きな人しかもう受け入れられないような。そうですよね、でも飲むたんびにどんどん苦味が強くなっていく。すごいなこのビール。慣れないんですね。慣れない。パッケージは超かっこいいんですよね。ね、おしゃれですよね。おしゃれなんだけど、すごいです。だってそうですよね。いや苦いこれ。小城さんレビューしてさっきから多分4口ぐらい飲んでますけど、全然減ってない。全然減ってないですよ。グイマジでゴクッゴクッていけないよマジで。その減る量もほとんど熱燗飲んでるぐらいの量です。うん、これじゃあ総評いきましょうよ。はい、いきましょう。じゃあまず酸味。あー酸味か。ちょっともう一杯いけよう。もう一口で酸味は2だね。2では苦味は5だね。もう圧倒的な、圧倒的即答ですね。クソ苦い。甘みは1。やっぱないですよね。ゼロでもいいぐらい。うん、きれい。キレも1。キレはない。キレはない。ない。苦いのに。苦い。苦いけど、ただ苦い。で、最後、コク。難しいですよね、コクって。でも、コク、でもなんか最後に、この口にずっと残ってる感じ、苦味って多分苦味に入るんですけど、コクも口に残るじゃないですか、最後まで。うん、その表現、コクのある苦味とかだったら、僕も入るのかなと思ったんですけど、でもこれは単純に本当に苦いだけなの。苦いだけ。1。ということは総評を全部合わせますと、ひたすら苦い。ひたすら苦い。もう苦いビールが好きな人はもうこれ一択ということですね。そうだね。すごいよ。みんなすごいよこれは。ぜひ試してもらいたい。マジで苦い。僕結構一口目結構強気にいけるんですけど、もうそっから先ちょっと二口目も結構強気にいけるんですけど、こんな二口目躊躇することないぐらい苦い。もうごめんなさい、変えます。苦味が5でそれ以外全部1で1で全部1で。これはすごい。わかりました。
じゃあ皆さんもぜひこの苦いビールが好きな方おすすめですね、まあ、おすすめなんですけど、あの結構衝撃がしてるんで結構ネタとしても飲んでもらえる、そう、面白がるのもいいかもしれないしね、はい、これ友達同士とかで飲んで、まあネタがそういう風に多分売り出してるので、うん、パンクっていうつけてるぐらいなんで多分そういうのでもいいと思います。はい、ありがとうございます。